今日はこの岩手秋田の東北ダービー、そして八戸福島の東北ダービーが午後3時キックオフです。中村からのクロス、斉藤決まった。今シーズンのファーストゴールはブラウブリッツ秋田、新加入の斉藤啓太。秋田が先制1対0、前半の27分です。フリーキックから始まって、中村また上への速いボール、さあスピードがある斉藤、抜けるか。斉藤が行く、前に出る、斉藤シュート、追加点。前半の34分、ブラウブリッツ秋田2点目を決めました。新加入の斉藤啓太が2連続ゴール。風向きもよく変わる今日の岩銀スタジアム。あ、これはボールがこぼれて、中村亮太トラップしてシュート、決めた。後半の14分、秋田3点目。秋田のエースストライカー中村亮太、今シーズン初ゴール。ツートップ揃い踏みで決めました。シーズンは北九州で J3 の優勝を経験しています。長いボール、そのシゲコントロールして中村へ、中村クロス送って井上、オフサイドはない。ブラウブリッツ秋田に追加点。途中出場の J デビュー井上、デビュー戦で J 初ゴール。ここはバンラーレ八戸のディフェンスがしっかりと対応しています。さあ右サイドからのクラス、イスマイラのヘディングシュートが決まりました。福島ユナイテッド FC 先制です。ゴールを決めたのは188センチイスマイラです。1対0。さあヘディングシュート捉えました、見事決めていったのは21番新加入の吉田智康、追加点です。このパスは通らず、森島そして大石のコンビ、さらに叩いた、シュートした、決まった、ゴール。最後に決めたのは15番姫野、新加入の姫野が決めました。藤枝真由志1点先制。手元の時計は33分を回っています。前半後半の31分を経過しています。尾崎が蹴ります、コーナーキック、左からのコーナーです。ゴール前森島がいます。188センチの森島がディフェンスに入っていますが、ファーに当たった、これは決まりました。1対1、藤崎、先ほどは頭の上通過していったんですが、その藤崎今度は決めました。決めました、勝ち越し。この表情です、笑顔健康スタジアム熊本。ショートコーナー一度下げといて、もう一度戻す、アングルをつけて角度ゆく、セカンドグラウンド、足形ボール、まだ熊本の前、打ってきた。前半4分、先にゴールネットを追い出した熊本。ここまで熊本コーナーキックほとんどがショートコーナーでつないでいくというイメージ、放り込むコーナーキックではありません。ラインはオフサイドはない、クロス上げてグラウンダー、2点目、追加点は熊本。抜け出たのは先ほどグラウンダー、鹿児島1点を返しました。今日疲れた形熊本、その一瞬を見逃しませんでした。鹿児島背番号10、ロアッソ熊本活性化できるか、滑ってしまった、そこからワンタッチ、ボックスの中、赤いユニフォームが5枚ヘディング、追加点熊本、3対1。 PK 鹿児島1点を返します。
真ん中、ぜひでシュート先制トッポリ最後は田口が決めました。 J 初ゴール、高卒新人で見事 J 初ゴールを決めました。この開幕節田中雄介中を選択した戸高から椎名へ左足、先制はカターレ富山、椎名です。前半の16分、今瀬から、あっとここは富山の守りにミス、シュート決まります。同点、長野追いつきました。シュートでしたけれども、さあそしてコーナーキック、これはどうだ、シュートは決まったか、これは入りました。ヘディングシュート決まって先制点、決めたのは38番の遠山です。まだ後半に入ってここまで1対0、1点ビハインドのさぬき、ゴールネットを揺らすまでには至っていません。さあ栗田マーキカジェイがこのゴールキーパーにつないでいって、シュートを打つが決まった決めたのは川崎か。そして左サイドには川崎がいて重松が絡んでいくところ、さあ裏に抜け出して前に栗田、逆転ゴール、2対1。あっとこちらのタッチ、さあそしてもう一度後ろに戻して1丸が中、どうだ、決まったか、ゴール、同点ゴール。最後に笑うのはどちらのチームになるんでしょうか。川崎が絡んでいって、さあその川崎が中にボールを持って入って、さあどうだ、フィニッシュまで行きそうだぞ、シュート決まった、ゴール、勝ち越し、34番の川崎、勝ち越し点を入れました。